もピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、ネットを倒すだけ。そしてコースの説明文、隠しにキノコが入ってますということで、多分あの四角の枠の中にキノコが入ってると思うんですよね。ただこのスキン、キノコがあったところでどうやってメットを倒すかなんだよね。これスピンジャンプないからね、どうやってメットを倒すんだろうと思って。それじゃあ早速やっていきましょう。受験戦士さんが作られたコースですね。もうそういえばさ、もう中学生のみんなとかはさ、受験シーズンなんじゃないかな。じゃあ受験頑張ってください。さて、このメットをどうやって倒すのか。まあここにキノコがあるとは思うんですけど、いやその意味わかんねえ。どういうことだろう。あ、わかったよ。これさ、隠しブロックでメットを倒すみたいな感じなんじゃないかな。ちょっとやってってみるね。だからね、ここでさ、メットを踏むじゃん。そしてどうしよう、こんな感じまあダメだよね。次はメットを投げてね、このマリオがメットを離してる間に叩くシュールすぎもしかしてさ、これ走らなくてもこうやって置いたらいいんじゃないのね。置いてこのメットがここに来る瞬間叩くみたいな、これいけそうじゃない。さあ受験生さん、僕にこのコースを教えてくださいましたけど、こんなコース楽勝だぜいけおら待って、これ間に合わんね。多分こっから落としてジャンプしてもメットの方が落ちるのが早いんだよね。なんで多分ね、これ動きながらじゃないと無理かもしんない。こっからこう、うやっキノコはいらねどうもありがとうございました。これ最速クリア3秒だって。ちょっと抜いてみていい？じゃあこの3秒抜きたいと思います。たまにはベストタイムも取った方がいいよね。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、トロールスアーザキュアトゥーサムシング。トロールコースはいつも癒してくれるみたいな感じじゃないかなって思うんですけど、それじゃあやっていきましょう。あんね、僕思うことがあって、クリア率が 1.5% 以上のトロールコースは僕そんなに引っかからないんじゃないかなって思うんですよね。だからね、ちゃちゃっとクリアしてみせますよ。さあここは、あ、動けんそんなのわかるわけないやんか。じゃあここはすぐ左に避ければよかった感じだね。多分この1キャップの裏、敵かなんか隠されてるね。そしてこの枠、なんでしょう、なんもない感じかマジかよ、ここで大砲が降ってくの。ボンブブロックなんか出てきてよ、なんでもいいからさ。じゃあもう引っかかりませんよ、このチョロップを踏んでいけばいいだけ。そうでしょう右のチョロプーは無視して、左のチョロプーだけ踏んでおいて土管に入ればいい感じだったね。多分これで合ってる。もう結構引っかかってしまいましたけど、そしてここはバネに乗りましょう。なんで多分このコースあれだよ、あの乗る系は何も信用しちゃいけないね。もうこれも信用したらいけないね。アイテムも信用したらダメだね。さて、デカキノコのまんまこう言って書いてるで、ここはパックが2台いたけど倒してよかったの。とりあえずこのドア入りますか。さて、デカキノコのまんま、あ、いやこっちで合ってたんじゃない、ほら熱いやつ。騙されたと思って騙してない、やるね制作者。じゃあここは上行ってパンを叩いて右、なんでドッスンは倒れないの、もうドッスンやられてよ。じゃあこれは下から行こう、上は多分ダメだった。そんでこの下から行けばきっと行けるはず。さてオンオフ変えたらね、パックン出てきそう。大丈夫、何もそっち嘘、ハナちゃんやめて、たまにやる、ハナちゃんがかわいそうだろじゃあここはオンオフしないでそのまま右行ってみる。うわ、何も変わんねえな、どうしよう。オンオフして左押しっぱ、意味ねえ。いや、デカ状態のままここ来れたよ。なんかチャンスなんじゃないんですかね。なんなんだこれはやられてるじゃねえか、これこそハラちゃんがかわいそうだろ一旦このガリガリに当たってここでブロック壊すじゃん。そしてもう一回当たってさっきのオンオフをすればいい感じじゃないのかな。多分これでいけるよ、見てて。右押しっぱ、ほら来た神キング来ました。何神キングって初めて言ったんですけど、どうしたらいいのこれ。右にダッシュしておけばよかったのかな。この土管に入った瞬間右にダッシュするね。そしてここを越える、経験超えます。そしてここはきっとボム兵が出てくるでしょう
なんか出てきてよ。マジかよ、あのハテナブロックを叩けってことかな。そんじゃすぐハテナブロック叩いてみるね。ハテナブロック叩いてすぐ右、なんでこれなんだよ。皆さん申し訳ありません、ここはしゃがみジャンプで行けば行けた、何もしないで右に行ったらいける、そうでしょ。よしよしよし、やっとじゃねえか。ここまでに何十分、いや何十分もかかってないけど、でここでブロックを壊して右に行く。うわ、このオンオフをするべきか、しない、いやして走って右に行こうか、走って右に行く。なんなんだお前は。それじゃあオンオフしない方がよかったね。絶対このオンオフしてる方がいいんで、このまま右に分かってったら大丈夫大丈夫、あの雑魚は放っといていいよ。でここでワイヤー取りました。ノーとイエスか。じゃあ上の赤い土管に入ります。そう。こうなると思ったんだけどな。じゃあドアに入るしかない。ここは何だろう、死に耐久っぽいな。どういう死に耐久だ。あ、これ簡単なんじゃないの。ほらここの針に当たればいいだけでしょ。楽勝だね。いやでも当たれんね。一旦下落ちようか、一旦下落ちるしかないよここ。そしてどうなる。あ、絨毯手に入れれたよ。こっちが正解なんじゃないの。ほらチェックポイント1って書いてるもん。ありがてえ。残酷すぎ。じゃあチェックポイント1取れたんで、こっから始めていきましょう。多分こっちが正解だったんだね。びっくりさせやがって。じゃあここのキノコは取る、取ってハテナブロック叩こうか、なんか出る。あ、なんも出ないで大丈夫。あー。魚しかいねえここは。なんか右にバネ振ってきましたけど、なんなんですかねあれ。ここはあのキノコを取ってすぐ左下、砲台が落ちてくる前にすぐ左下。やったね。そしてここの針に当たって、こういうの信用しない方がいいんだよな。なんでこのまま右にジャンプしていけばいい、そういう感じだね。そしてこのハテナブロックは怪しいね、叩いてみる。さっき見たじゃんかこのバネ、覚えてろよ。今まで何回取ろうってなってんの。かわいそうじゃないあの魚。大丈夫、切り刻まれてるけど。なんかこのポーズ早くイケ系多くない。じゃあ次はこのまま右、早く。うそ。なんかさ、一番左の砲台なんか隠されてたよ裏。なんでこのドア入るじゃん、多分一番左に追っていいと思う。一番左裏なんかあったもん、バネか。それじゃあここは一番左以外ここに追っておいたら大丈夫だね。そして右のこの砲台はゆっくり渡っていったらきっと大丈夫だよね。ここもゆっくり渡っていこう。右、よし、ここ足はあるね。ほら足はある。嘘ない。足はあったようにしか見えなかったんだけど今。え、ここは正解。頼む。うわ、この音楽はやべえやつじゃないの。でも僕ぐらいのテクニシャンになればここはジャンプしていけるんだよな。こっちで合ってるでしょきっと。ほらイエーイって言われてるもん。多分こっちで合ってるよ。大丈夫、信用して。よし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 。そしてここは投げてオンオフを変えて上にジャンプ。あら、順調すぎない？こっちマジで正解なんじゃないの？ほら、ここは下は確かメカクッパ踏めるんじゃなかったっけ？行け！行け！ここは上だったんだね。ただ走って行っていいのかな？邪魔せえあいつ。じゃあここは走って渡れっていう感じだったね。こういう感じ、それでいい感じ。ここはなんかね、下に行きそう。こっち爆弾とかなんないかな？爆発しないね。じゃあこの土管しかない、土管しかないんでこっち行きます。さて第二中間ポイント取れました。ハローハロー言われてます。ちょっと言い返していいですか。ハロー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 、もういいや。じゃあ次に行きますね。さてここは、うわもうロングパイプ、違う土管か。どこの土管に行けばよかったんだろう。うわ土管とかあったっけ。うわヒントなし、ヒントねえじゃんか。どこの土管に行けばいいのよ。あ、ここ左に行けばよかったのか。多分戻ればよかったんだよきっと。ほら来た、なんか変わってる感じでしょ。さてこっから下に行きます。この音楽もやべえやつじゃんか。さっきと一緒やんかここ。それじゃあ今度は右だね。多分こっちに行けば下が壊れるみたいな、そんな感じでしょ。よしよしよし、また同じだったらどうしようって思ったんですけどね。さてここはオンオフじゃねえや、パンを叩いてすぐ右に行く、そういう感じだね。そして土管に入る。なんで入れくれよ。もうはだー、パンブロックを
叩いて左に折っとけばよかった感じだよね。そしたらツタが出てくる。オッケー、もう中間に取ったからね。そろそろゴールは近いと思うんですよね。さてこの土管に入ってどんな罠が待ち受けてるんでしょうか。今度は USA 取って This is not sus。サスってなんだろうね。ステンレスしかわかんないんだけど。さてここで投げるしかないよね。頼む投げて。どこ行ってんの。絶対そっちじゃないでしょ。もう絶対こっちじゃないと思うんだよな。あ、なんかさっきと違うね。もう一回戻るみたいな。うわ待って、これ中間戻されるやつじゃないの。うわ出た出た。これでもう一回戻ったらなんか変わってる感じ。頼む変わってて。うわ一緒っぽいぞ。どうなる。このまま先に進んでみるけど、なんか変わっててくれないかな。こっからだね。こっからが勝負だと思うんですよね。ほらなんか変わってる。いや大丈夫大丈夫。でこのドアに入ればゴールかな。きたじいじありがてえ。それじゃあ今日は早かったかもしれませんけど、ゴーやったー。ありがてー。優しすぎ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 。最後嬉しすぎてね、うるさかったかもしれないんですけど、どうもありがとうございました。はい、それじゃあさっきのトロールコースちょっと終わるの早かったと思うんで、このスピードランやっていきたいと思います。今日は30秒のスピードランだね。だがしかしちょっと見て、スーパースターランって書いてるでしょ。これスターを取った状態でのスピードランだと思うんですよ。っていうことは超スピードランだね。超速いと思うんだね。まずどこに行けばいいの。このままジャンプし続ければいいのかな。どこに行けばいいかまずわからんくね。これは矢印の通りこういう風に行けってことかな。じゃあちょっとやり直すね。まずスター取るでしょ。でコインの通り行っていいでしょ。コインの通り行ってこのまんま。またさっきと一緒じゃねえか。これさっきのとこは多分ね、ピージャンしなきゃいけないっぽいんだよね。ここスピードランで今までピージャンとかあったっけ。でここも左下に綺麗に入っていく感じだね。そして右にジャンプ、そしてここもオンオフで。今ちょっと遅かったけど大丈夫。このまま左走っていって大丈夫ですから。でこのまま鍵ゲットでしょ。さあ残り11秒。このまま右に行きましょう。右にすぐドアがあってよかったんですけど、ここでジャンプ、そしてツタに捕まりたい。すげえツタに捕まりたくないですかね。ここ間違って上ボタンを押したらもう僕積んだ感じになるんでしょ。このまま右行って、頼む残り0秒、これでゴールであって、やったー。早かったね。それじゃあどうもありがとうございました。はい、ということで今日もですね、動画を見てくださった皆様どうもありがとうございました。で最近ちょっと気になったことがあって、僕前にねピカチュウのモノマネしたと思うんですよ。相当似てないやつ。ただそれをですねコツを教えてもらいました。ピカチュウじゃないでペカチュウって言ったらやりやすいらしいんですよ。ちょっと一回やってっていいかな。これで多分僕のですねピカチュウのモノマネスキル多分ランクアップするよ。みんな見てて。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。